はい、では、データの分析入門、5回目の丸5の、先ほどの続き第2回ですね、範囲と四分位範囲の、まず、前回四分位数というのをやりましたね。はい、四分位数には第1から第3まであってと、で第2四分位数は中央値と同じだよということをやりました。はい、では四分位数の求め方ですね。前回、よくわからないでいいよって言ったはずで言ったと思いますけど、今回で、しっかり理解するようにしてください。四分位数の求め方、まず、前提としてデータの数、ね、データがあってその数を N としますよと、 N と置きますよと、これを前提とします。はい、じゃあデータの数 N が奇数だから、データの数が奇数個あるときですね。はい、ね、N は 2M-1 と置けるよと。はい、じゃあ第一四分位数は、第一四分位数は、最小値から M-1番目、この M っていうのはまあ変わります。はい、における中央値です。で第三四分位数は N+1番目から最大値のデータにおける中央値です。はい、まあ、よくわからないよね。よくわかりません。で、はい、こういうふうにまたさっきみたいな、数直線ありまして、真ん中が中央値だよと。で中央値、まあ 2m-1 がこれデータの数を置いてますから、ここが大体 M になるのかな。はい、で M-1 個、中央値までの値、最小値から M-1 番目までにおける中央値を第一四分位数として、中央値から、中央値じゃない M+1番目から、最大値ここまでの数に、データにおける、中央値を、第三四分位数としますよと。よくわからないですね。はい、これは問題を解いていった方がよくわかります。ということで問題を解きましょうよ。はい、じゃあこちらの例を見てください。先ほどの A と B のデータについて四分位数を求めると、はい、四分位数を求めてくださいよと。さっきの A と B のデータ、まあ、適当にここに書いておきましたけど、わかりやすいように全部で9個あるよと。 1,2,3,4,5,6,9 個あるよと。だからまずデータの数 N は9だね。この段階です。この段階ですね。はい、N はここが9になったね。で戻って、じゃあ N が9個だったら今度この下次の段階です。N が9でしたよと。ここ N が9だった。そしたら N に代入してください。9=2m-1 と。はい、これを解いて M は5ですね。はい、M は5でした。 M が5っていうのが分かります。なので戻ってデータの数 N=9 なので M=5 となりましたね。はい、でじゃあまたこっちに戻りましょう。左側、第一四分位数を求めるとき、この M-1番目ってこのよくわからない値出てきました。さっき M が求まったから、じゃあ最小値からどこまで求めればいいんですかっていうこの数がわかります。 M が5だったから M-1、 ここは戻って M-1 が4ですよ。はい、あ、M-1 が4ですよ、これわかりましたね。したがって最小値からこの4って数、これなんで求めたかって言ったら第一四分位数の範囲を求めたかったからね、求めたわけですね。はい、したがって最小値から4番目までのデータにおける中央値を求めればいいんですよと、ね、最小値から4番目までのデータにおける中央値、それが第一四分位数です。はい、じゃあ次、今度はこっちですね。第三四分位数、第三四分位数の範囲を求めます。第3四分位数 M が5って分かってます。ここ5ですね。ここに5を代入したら M+1、 6番目だよね。はい、6番目から最大値までのデータにおける中央値、ね、これが第3四分位数ですよ。はい、で
このじゃあこの数直線で書いていきましょう。数直線で見ていきましょう。まずこっち最小値があってと、最小値まあミニマムミンディア、マックスがありますよと。はい。で、まず、最小値から、さっき求めた通りここまで M-1 個までだから、M-1個4個、こちらも4個で、ここに中央値があってその1個前までですから、こっちが4個目まで、こっちが6個目から、はい、最小値から4つ目までの数の中央値を求めればいいのと、6個目から最大値までの中央値を求めればいいんですよと。はい、じゃあ、はい、こちらです。戻って A の場合ですね。この表の A の場合、まず第一四分位数は、最小値から4番目までのデータにおける中央値が最大一四分位数ですから、最小値の17から4番目までのデータ、17、18、18、19とここですね。ここからここまで、のデータにおける中央値を求めればいいです。いいわけです。じゃあここのこの17、18、18、19の中央値って何ですかって言われたら、真ん中2つを足して割ればいいんですよね、偶数だから。じゃあ第一四分位数は18プラス18割る2で18で、第三四分位数、これは6番目から最大値までだから、A の6番目っつったらこの19だね。はい、で A の最大値で、ここの間の中央値を求めればいいわけです。はい、真ん中2つ20+20÷2をしてもらって、20になるよと。じゃあ第二四分位数って何ですか。さっきやった通り第二四分位数は中央値でしたね。はい、中央値だから真ん中の値を見ればいいわけ、19。はい、まあ、この表はね、もう最初から小さい数から大きい数に向かって並べてあるので分かりやすいと思います、ね、これ順番通りに並べてある問題が出るわけではないですから、本番、もし違う値で出たら、小さい方から大きい方に順に並べていくことがコツですかね。はい、まず最初に並べてみると、小さい方からで、それから求めた方がいいと思います。じゃあ B の場合も同様です。第一四分位数は A15 から A19、 4番目までの数の間の中央値17+17で割る2をしてもらって17で、同様に19から23までこの間を割ればいいわけです。足して 21+21÷2 で21だね。この中央値のところはまあ分かると思うので、まあ、第一四分位数が何なのか、第三四分位数が何なのか、これ分からなくならないようにしっかりやっておいてください。じゃあカットの2番、今度 N が偶数の時、データの数が偶数個だった時、これ奇数個だよね、9個だから、ね、この場合はまあ N は 2M と置いてください。で、同様に M を求めてもらって、ね、で第一四分位数は最小値から M 番目のデータにおける中央値です。はい、で第三四分位数は M+1 番目から最大値のデータにおける中央値を指しますよと。はい、まあ、これについて、問題例の例題を解くことはしませんが、まあ、解き方は全て、奇数個の時と同じで、特にやることはしません。はい、それから、四分位範囲と四分位偏差の方に移りますね。はい、じゃあ第三四分位数から第一四分位数、これ引いた値、これ四分位範囲って言います。はい、これは範囲と同様にデータの散らばり具合、散らばりの大きさを調べるのに使いますよと。で、ここに公式、四分位範囲は第三四分位数引く第一四分位数ですよ、ね、この図で表すとこんな感じですかね。第三から第一を引いて、これが四分位範囲になります。
はい、じゃあこれについての具体的な例題、じゃあさっきの A と B について、はい、四分位範囲を2で割った値、あ、そうだ、四分位範囲にあんだっけ、四分位偏差か、四分位範囲を2で割った値、ね、すなわち、四分位範囲の半分の大きさのことね。だって2で割ったんだから、ね、半分の大きさ、これは四分位範囲というふうに言いますよ。で、四分位偏差は四分位範囲の半分ですよと、割る2ですよと、これ公式ね。じゃあ A の場合、この A の場合、まず、四分位範囲はさっき言った通り、第3四分位数から第1四分位数を引けばいいんです。 A の第3四分位数っていうのは、20だったね、20だったね、はい、で第1四分位数っていうのは18でした、はい、18でした。なので引いてください。 20-18 でこれが2になりますね。四分位範囲は2です。それから四分位偏差、四分位偏差は、こちら、四分位範囲を2で割ればいいわけだから1ですね、はい、で B の場合、 B の場合は、四分位範囲、 B の場合の四分位範囲は、第3四分位数が、21だったので21-第1四分位数が、17だったから21-17で4になるね、四分位範囲は。で四分位偏差が、四分位範囲を2で割った値、2ですね、はい、で1と2という答えが出たと、四分位偏差両それぞれで、この赤字のところ、ね、四分位偏差を求めた時に、A よりも B の方が大きいですね、1と2だから見た通りね、だから B の方がデータの散らばりが大きいということが分かります。はい、まあこんなところですかね。はい、四分位数についてちょっと難しい場面、難しいところありましたので、しっかり復習するようにしてください。この後の演習の方でもやりますけれども、はい、四分位範囲とは何のかとか、四分位偏差とは何のかとか、四分位数がそもそも何なのかとか、求め方、そういうのをもう一度復習しておいてください。言葉の意味とかどういう意味を持っているのか、そういうところもしっかりと復習してもらえたら嬉しいですね。はい、じゃあ、今回はこれで、以上になります。演習につなげていきましょう。以上です。